さんこんにちは、えみかです。防災の日ですね。本日9月1日、夫の職場から期限が間もなく切れる備蓄食材が配給されました。で、今日は期限切れ間近なので食べてみようと思うんですけど、皆さん食べたことありますか？美味しいかどうか今日食レポしていきたいと思っています。きんぴらごぼうだったりとか、肉じゃが、ドライカレー、チキンライス、それから水またはお湯を注いで出来上がるんですよね。五目ご飯でしょ、チキンライスでしょ、あとエビピラフ、お赤飯もありましたね。あとね、サバの味噌煮、これはレトルトタイプのものなんですけど、賞味期限が24年の5月、ちょっとまだ日にちがありました。で、これは22年の12月、食べてしまおうかなと思ったのはこの肉じゃがなんですけど、期限の切れそうなものから食べていくことにします。パンもありますね。生命のパン、すごい名前ですよね。賞味期限は2023年の2月。まあ食べてもいいかなと思って。これ黒豆のパンでした。これがオレンジのパン。で、これが、チョコレートとストロベリー のパンが入ってるっていうんですよ。美味しそうですよね。で、あとこのカゴメの野菜ジュースです。これ長期保存用なんですよ。その話もちょっと最後にしていきたいと思います。賞味期限2022年10月ですね。で、今日はチキンライスとドライカレー、そして肉じゃがを食べることにします。友達が来てるので一緒に備蓄食材を食べていきます。それでですね、今日食べるものはこれ、チキンライスとドライカレー、美味しい防災食、肉じゃが、3素材スプーンおよび粉末、調味粉末を取り出し、袋の底をよく広げてください。開けてみます。開けて、この中に、おー、こんな感じ。この中の脱炭素剤、これ調味料だ、調味料、チキンライスの調味料でしょ。それからスプーン、で、脱炭素剤って入ってんの、これか。脱炭素剤は取り出します。袋の底をよく広げてください。なんかここに書いてあるよ、いろいろ。注水栓は反対側にあります。ここね、ここに書いてある、注水栓。で、このまず調味粉末を入れます。チキンライスの調味粉末、入れるよ。お湯か水、内側の注水栓 160ml までほどよくかき混ぜてください。水でもできるみたいなんだけど、今日はお腹が空いてるのでお湯にします。ドライカレーも入れます。同じく中同じなのかな、もしかしたら調味料だけが違うのかもね。ということで、お湯は沸きましたので入れます。なんかね、ここに
注水栓ってあるんだって。そこにお湯を入れます。ここまで調味粉末を入れ、お湯か水を内側の注水栓まで注ぐ。よくかき混ぜます。入れてからかき混ぜるらしいよ。本当に大丈夫。カレーの匂いがする。誰も行こう。注水栓まで入れました。で、袋のチャックを閉めて熱湯で15分、水だと1時間で、チャック閉めます。かき混ぜてなかった。かき混ぜなきゃ。かき混ぜるなって。かき混ぜるよ。混ぜてます。見えるかな。15分、こんな感じ。で、今度チキンライスの方ね。さすがトマトの匂いがする。入った感じね。混ぜます。よし、15分待ちます。これはどうすればいいの。エネルギー166キロカロリーだって。この製品はレトルトパウチ食品です。1人前。召し上がり方、開封してそのまま、もしくは封を切らずにそのまま湯煎で7、8分温めてお召し上がりください。電子レンジを使用する場合は皿等に移し替えて温めてください。ということで出来上がりました。15分経ったの。なんかね、ふわふわになってる。もともとはさ、こんな感じなのに、なんかムチムチになってる。開けてみようか。じゃん。おお、いい感じ。じゃじゃん。おお、いい感じです。どうだろうね、味は。後ろ映ってるの大丈夫？いいよ別に。防災の日だから。防災状態。これはさ、レンチンする。後ろなんかそんな映ってる。今ね、実はキッチンの片付けしてます。だから本当に防災な感じなの。なんで今これ、ね、キッチンは使えないの今。キッチンの片付け中だから。それちょうどね、備蓄のさ、このこれがあってよかったなっていう話で。こんな感じだよ、一人前。意外と美味しそう。こんな感じです。1人前。レンチンしていきます。を出してみます。こんな感じ。美味しいのかね。さっきのさ、肉じゃがができた。はーい。で、これはこれでドライカレーも出しとく。匂いはね、完璧にさ、ドライカレーの匂いなんだけど。うわ、どうした。温まってきました。あと釧路のイワシの缶詰開けます。これ安かったんだよね。一缶ね98円だったの。
味噌味。でこの間道の駅行った時にトウキビ買ってきたの。白いトウキビ1本180円高いよね。意外とだいたいさ安い時98円ぐらいなんですよ。なんかね見せるね、ほら白いの分かります？白いトウキビだからこれレンチンして食べます。なんかここに塩をねすり込んで食べたら美味しかった。プリプリなのすごいでしょ。見えます？生でも食べれるんだって。食べないけど。ということで今日のお昼は今キッチンの片付けしてるので非常食です。フライカレーと味噌汁はね朝の残りです。で肉じゃがさっきのね缶詰あと陶器で出します。あちちちちちちちあちちちちちいつもあちちちって言ってんだけど、うん、美味しそう。めっちゃうまそう。あちちちちちちち。あちちちちちち。ほら、美味しそうでしょ、トウキビ。うわ。めっちゃ美味しそうなトウキビ。です、いただきます。ドライカレーは美味しい。チキンライスはどうかだよね。どう？うん。うん。なんだろうね。その、スパイスの、スパイス系の味がするよ。あの、ちょっと、なんだろう。ナツメグみたいな。うん。なんか、あえてちょっと進むような感じにしてるね。うんうんうん。あの、香りでっていうか、香りを立たせて、うんうん、なるほどね。食を増すような感じにしてあるね。本当に防災食ってこういう感じなのね。うん、これ卵あったら本当オムレツだね。うん、チキンライスだからね。うん。ドライカレーめちゃめちゃ美味しい。私好き、この味。チキンライスなんだけど入ってるのがポークパウダーとかその味をその何そそるっていうか、うんうん、香りを欠かすのがアルファ米チキンライスとかだけどこれはうるち米なんだね。うるち米って何？私チキンライスいきます。アルファ米とはで検索して見るしかない。可能であればなんかさ、うん、あれだよね、もう一工夫で食べるときにこう奥から掘り出さなきゃいけないじゃん。そうね、かき混ぜるみたいな。それをちょっともうちょっと袋を改良してくれると思ってるんだよね。全然関係ないけどさどうだろう。今日はキムチとかもあるから味がちょっとさ、うん、でもチキンライスも美味しいでしょ。美味しいね、美味しいわ、うん、うん、味噌汁は朝の残りです。大根と何あ油揚げの味噌汁。大胆だね、油揚げの、うん、油揚げなんか冷凍だったから手でちぎった、うん、ちぎりました感がすごい。包丁が見当たらなかった。ちぎりました感満載。ちぎれんのよ、あの生のままだったらちぎれないから。生のままちぎってたらすごいよ。どんだけワイルドな人なのかな。目に浮かべばいいんだよ。手だけ油ギトギトになっちゃう。あのキムチ美味しい。これはトップバリューのキムチです。意外に安いんだよ。
なんで防災食を紹介してて、トップフレームの気持ち紹介したの。いや、美味しいっていうものは紹介してみなかったっていう話なだけな、うん、なるほどね、だけの話で。昨日陶器にさ、うん、こっち食べたからこっち食べてみる。うんうん、こっちの方がなんか効かないよ。でも基本先が下の方が大きいじゃん、それは。そうですね、だって先が変わってるから。美味しいね、うん、絶対うまいでしょ。うん、塩振りすぎたかも。どう、うん、どうぞこれごと。ああ、ありがとうございます。ちょっと塩振ってるから美味しいんじゃないの。なんだろう、塩味が甘みを増す、うん、うんうん、そもそもでも美味しいよね、うん、やっぱり。なんだろう、すごい水分がいっぱい、うん、美味しい。だって北海道来てよかったと思う。うん、でも防災食食べれて思わなかった。そりゃそうだ、生で食べたことないんでしょ。私は食べたことがあるんだよね、わざわざ取り寄せて食べたんだよね。生で食べてみたこと、食べたことあるよ。でもやっぱり高い方が美味しい、うん。なんかあれだよね、本当に甘くてフルーツみたいだよね。うん、これ長期保存用の野菜ジュースなんですけど、何が違うのかがよくわかんない。普通のと何が違うんだろうね。レモン果汁が入ってるとか入ってないとかどうなのね、これわかんないね。電話して聞いてみるってお友達が言ってるので聞いてもらいます。お忙しいところすいません、あのちょっとお尋ねしたくてお電話したんですけれども、カゴメ、野菜1日これ1本っていうあの野菜ジュースありますよね、食塩無添加のですね、これってあの今ちょっと長期保存用のものを確認してたんですけれど、通常の、 あの売ってあるものとその長期保存用っていうのは、何が違うのかなと思ったものですから、ちょっとお伺いしたくって連絡したんですけど。何何、野菜の種類、入ってる配合の種類がまず違うのと、配合が違うの、うん、なんか野菜種類とだから味が違うんだって。通常のものの、味も違うし入ってる野菜も違う、多少違うっていうのと、あと缶のこの上の密閉してるこれも長期保存用の密閉缶になってるから味違いますって。え、比べてみたかったねだから飲んでみますって言って。え、楽しみ。私はでも大嫌いなので野菜ジュース飲んだことないんだけどさ料理に使うけど。でも10月までだからさ、これ、うん、ぜひ飲んでみて。飲むって言ってなかった、うん、変わんないじゃんってこともあるかもしれない。あ、違う。どう違うの？あと味が違う。濃い。濃いし、やっぱ多少はあのそのなんだろう、缶に入長期入ってるとやっぱその、うん、熟成しちゃうよね。うん、そのなんか独特のあれがちょっと強く強いから。でも5年経ってるやつだからね、これね。うん、10月までだからね。だから。苦手だったら調理に使ったがいいかも。うーん、全然これいつも同じの飲んでんの？同じの飲むけど、もっとサラッとしてるんよ、飲みやすいんよ。やっぱりだからそれはさ、普段飲む時の美味しさとこの非常事態の時に長く使えるものってやっぱり考えて作ってるってことだよね。すごいね、今食品の業界っていうのはさ。高いんだろうね、きっと値段も。だろうね、だって缶自体もさ、ちょっと違うやつになってるわけでしょ。うん、
しれっと書いて、野菜は加工によって失われる成分もありますってちゃんと書いてある。あ、これね、あの、あれね、いろいろ書いてあるからね。皆さんもこの機会に備蓄食材ちょっとチェックしてみましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。面白いね。